誰だこの美少女。薬屋の独り言、第5話の反応集行ってみよう。今期最強美麗オープニングからさあさあ物々しい雰囲気から始まりましたね。お子殺人を犯した時の犯人、手のひらのあれなんだろう。おいおい人種様のサービスショット。うほ、いいから出してんね。やだ人種様イケメン。さては人種のサービスノルマあるな。やっぱり馬線なのか。こんなところで出てきたって。馬線出てくるの早いね。馬線割と超えた亀なのね。人種様髪型で印象随分変わるね。いきなり人種様の肉体美を拝めた。筋肉と顔にしか目がいかん。おしげもない裸人種様。背中拭くばあさん気になる。おばあ様まだ喋らないのね。前回のブチギレマオマオさん。マオマオが気になる人種様かわいい。人種様の階層からウキウキマオマオの差がすごい。見つけた時のテンションの高さよ。マオマオが今日も今日とてかわいい。主人公が一番輝くシーン。めっちゃもらってて草。在庫処理に困ってるのね。めっちゃ太らせようとしてる。シャオラン今日もかわいいね。シャオランちゃんなでなでしたいかわいらしさ。クノちゃんボイス毎週聞ける。友人枠情報通キャラが板についている。美役ってマオマオが作ったやつじゃん。耳覚えがあってくさ。美役ブーム来てる。おう、ヤブさんニッコニコですね。ヤブ医者のおっちゃんといい仲になっててくさ。なるほど、これはヤブ医者がヒロインか。ヤブ医者、お前松茸なんていいもの。松茸炭火焼き美味しそう。松茸の飯テロ食うと思わんて。ヤブ医者出てくるとなんだかほっこりする。もはやマヒロイン。絵付けはココンとうざい基本。黒いなおまおまお。いい関係を築いているのにヤブ医者呼ばわりは変わらんのな。ヤブはシャオランと並ぶ癒し要素すぎる。血のようなあざのような見えたものはかぶれなんだ。炎色反応ブルシアレルギーじゃね。夜にこんな目にあったら怖いよな。お前は長防線の貝ヤブ医者。跳躍完全にぶん投げてるとかマジでヤブだなこいつ。これがゲーミング炎ですか。何でもかんでも燃やすから。この時代の人すぐ呪いのせいにする。シンプルに医学と科学の知識が発達してないから呪いって思っちゃうのも仕方ないよね。炎の色が変わった。七色に燃えた。科学でやった炎色反応だ。炎の色を自在に変えてる。マオマオマジシャンみたい。あっさり解決。マオマオ有能すぎる。ほら軟膏塗れ。お前が言うなヤブ医者。安泰者やろがい。ヤブお前も仕事しろ。また人種様来た。本当に突然現れる人種様。マオマオの探知能力高すぎ。おっちゃんなんで頬染めてんだ。なんでお前が赤くなる。ヤブリンマジヒロイン。ヤブがいちいち可愛い。いえ、めっそうもありません。また人種が毒を白い散布してる。相変わらずキラキラしてんな。シュン。ヤブ医者かわいそかわいい。ヤブ医者さんちょっと好きになってきた。炎色反応を使うってことは秘密裏の呪しか。人種様は今日もキラキラだ。松茸の言葉レテーラ。七輪で松茸焼いてたら空バレるわな。まあ松茸の土瓶蒸しは美味しいよね。人種とマオマオの身長っていくつなんだろうね。園遊会来た。オープニングに出てくる美少女の出番だ。先輩やる気満々だ。先輩たちがマオマオちゃんの可愛さを発掘してくれるぞ。マオマオが華やかな服着るの新鮮だな。脅威の格差社会。マオマオの胸は平らであった。塗り壁。小一本って読むのか。帝結婚してなかったのか。皇帝陛下はロリコンではありません。性質がまだ決まってないみたいな。アーブ王妃この時点で確定な。園遊会とか苦手そうだな。マオマオ一人だけやる気が違いすぎる。次女の炎色反応は赤い。学びがあるな。アニメだと全身の炎がやっぱ派手だな。おしゃれ大好きな女の子って感じで可愛いわ。次女の数合わせってところか。玉葉様のところは数少ないからな。そばかすなんて気にしないわ。そばかすはアイデンティティだろうが希少価値だろうが。鉄の暴行って言い方よ。私も鉄の暴行欲しい。マオマオクッキングの時間だ。中華鍋で飴を作るんだ。これからの時期必要になる知識。みかんの皮と生姜の飴にカイロ用のポケット。
ポケットという語が出てくるこの世界はイマジナリー中か。お願い、全員分作って、切実。まさかの全員分の要望が。カイロイレを作らされるマオマオ。断ることにマオマオに構いに来る人種様よ。すっかり便利屋溶かしたマオマオ。繁盛してるマオマオ。どんどん仕事が増える。みんなそんなに辛いのか。マオマオがあまりに優秀すぎて高級の人たちの能力が大丈夫か心配になる。皇帝にとっても苦痛なの草だよね。宮廷内でのプレゼンスが大きくなってきてるね、マオマオ。時間経過表現いいな。赤ちゃんも随分大きくなったな。一緒に寝るリンリー姫と玉葉妃、最高の癒し。マナー勉強中なのかな。かわいい。やってることはカイロ入れ作りです。腕に包帯ならマオマオも入っちゃうけど、やけど限定だと見つけるの大変そう。ギリギリまで全員分の作ってたの。お疲れ様。マオマオの腕は毒だけかぶれだからやけど後じゃないしね。全員参加のお茶会、何も起きないはずがなく。それフラグですよ、人種様。一級フラグ建築士、人士。ついに園遊会が始まる。玉葉妃、美しい。皇帝のキサフトだけあって美人である。アーニャから玉葉のギャップよ。玉葉日赤色とピンク色本当に似合うね。玉葉様から手塚らの贈り物か。ありがたいことだな。マオマオ逃げられんぞ。お化粧タイム来た。とびっきり綺麗になってらっしゃーい。いきなり秘密がバレちゃったね。クラスのみんなには内緒だよ。マオマオ何があったの。さては美少女を隠していたな。原作でいろいろ知ってる各秘の侍女たちだ。徳美と霊の侍女頭のあの人もいるね。侍女の佇まいとかからもそれぞれの王妃の性格というか特性というか出てるよね。アニメで見ると色の違いがはっきりするな。キャラ作画もだけど背景もほんと綺麗。ビーシヒ、侍女たちとの衣服の色が。ティノさんの可愛らしいお声、ビーシュヒに合ってらっしゃる。お気に入りのおもちゃ、マオマオ。マオマオそばかすなしバージョン来た。オープニングに出てきた謎の美少女だ。マオマオめっちゃ美人やん。あら、マオマオ美しい。猫羽、化けるんですよね。あー、マオマオ色っぽいんじゃ。これもう一人の王妃でいいだろう。お気に入りのおもちゃなのに、すぐには気づかない人種様。マオマオにカウンター食らってトゥンクする人種。これは惚れたな。ん？作りそばかす？そばかすは化粧で意図的につけてたの？マオマオのそばかすって化粧だったのか。ビフォーではなくアフターでした。そばかすを消したマオマオ、本当に美少女だよな。地味に見せるためにそばかすなんてつけてますけど、そばかすなくても可愛いんですよ。化粧というか仮装というか変装というか。マオマオに悲しき過去が。連れ込まれないためにそばかすを。そばかすは自己防衛のためだったのね。グヘヘヘ展開が普通にある国である。高級の外の民度がちゃんと終わってる中華風ファンタジー、信用できる。人のせいにしないマオマオすごいな。ここで責任を感じてしまうのが本当。ここで責任を感じる人種様が好きだよ。恋してるやつの顔してる。おお、赤面かわいいの。おいおい、ガチバレしてるやん。人種様、本当にマオマオのことを気に入りなんだな。人種様のマーキング、玉葉妃に続いて人種からも。人種様しれっとかんざし付けやがったな。学ランの第二ボタンかな。男からかんざしってそういうことじゃん。物知りのマオマオでもかんざしの意味は知らないのいいよね。全然気づかれてないの人種様かわいそう。玉葉妃が人種からもらったかんざしを見つけておこなのだ。そばかすとかんざしの下り最高でした。マオマオかんざしはろうとしてなかった。マオマオ、宮廷内部の偉い人たちとどんどん縁が。波乱の園遊会が幕を開けた。あ、前のシーンがある。絵が綺麗だから園遊会みたいなシーンめちゃくちゃ映えるな。寒い時期にあんなに胸元出して大変だろうに。園遊会、何も起きないはずがなく。なんか波乱起きそうだな。そしておなじみ不穏な終わり方。相変わらずラストが不穏だな。こいつが毒盛るんかな。この絶好の毒殺チャンスを逃すのは失礼ってもんだよな。ここで終わりか。次回も園遊会。次回は毒味役の出番かな。化粧を取った方が美人とか羨ましいわ。プンスカリーシュヒちゃんては。あの名シーンは来週へ持ち越し。
よくサムネになってる有名なシーンは来週にお預けか。毎回思うんだけど、薬屋の独り言の終わり方卑怯だよな。いい意味で。毎回30分が短い。クオリティの高い原作を高いクオリティでアニメ化されると気持ちがいいな。また作が違う？前回はヌルヌル動いていたし、今回もかなり綺麗だったな。今回は最初の剣術と最後の舞踊以外は動きの少ない回だったけど、嵐の前の静けさみたいな感じだな。新キャラの顔見せと同友会だったけど、そばかすが化粧だったのにはちょっと驚いたな。オープニングのマオマオはメイクでそばかすを消したところだと思ってたけど逆なのね。メイクしてそばかすを入れてたのか。そばかすなんかより鼻毛や耳毛を伸ばしまくればもっと効果的なのに。マオマオはおしゃれに無頓着で顔の美醜にこだわってなさそうだし、そばかす化粧だけじゃなく自分の顔にわざと傷を作ることぐらいのことはやりそう。実際腕には傷をつけてるし。高級勤めになったんだからそばかすメイクする必要ないじゃん。高級内で目立つとろくなことがないんで、むしろ隠れて過ごしたかった。人種にいろいろバレて策略で表舞台に立たざるを得ない状態になったが、好き勝手やれるようになってからはむしろ能動的に動く。化粧したマオマオ大人っぽい守備人だな。でもヒンチチは偽装ではないという悲しい現実。晒しで潰してたみたいな救いはないんですか。もうマオマオは科学大臣にでもした方がいいんじゃないか。家柄もない女が取り立てられても即不慮の事故で消えるんやろな。中国で松茸ってそんなに好んで食べるっけ。数あるキノコの一種としてしか見てないような。味はいいのに見つからなくて高値だし、必死に栽培法とか探すわな。そもそも中国風だからな。これそれにしても美女なんて見慣れてる人種をドキッとさせるなんて、マオマオの素顔はかなりの美貌なんだろうな。人種ってなんかの任務受けて潜入してるとか言ってた気がするから、本当は宦官じゃないんじゃね。バイもフェイクっぽいと思う。それにしても冒頭のムキムキ人種はサービスだったな。嫁候補四天王が正統派ヒロイン枠、セクシー枠、ロリ枠、知的クール枠とバラエティに富んでてくさ。ロリはもう帝祝いの男になびいちゃっててやべえ感じするし、次女も呆れてたが。ということで、薬屋の独り言後は視聴させていただきました。今回は園遊会の前座部分としてのいわゆる祭り前みたいな静かかな。だけど絶対何かが起こるという不穏な空気のままで次回へと続くという感じでした。園遊会が始まる、で次回かと思ったけど毎回不穏な引きは必ず入れていくスタイルなのね。園遊会の前の木簡でかぶれた手が呪いだと勘違いするくだりは、ガンガン版ではなかったけどサンデー版にはあった場面ですね。こうやってエピソードをこぼすことなく、どっちも取り入れてやっていくのは大歓迎です。まさにいいとこ取り。それで言うと冒頭のムキムキ人種と打ち合い稽古をやっていた馬戦も後々出てくるキャラなのにここで顔見せ。こういう風に兄よりもちょくちょく入れていて、マジで構成がうまい。園遊会の雰囲気はほんとアニメ様々で、なんかめっちゃ高級もの見てるって感じでテンション上がります。四大員も揃い踏み、玉葉妃とリファヒはおなじみですが、リーシュヒとアード王妃は初登場。アード王妃は目立ってくるのはまだ先ですが、リーシュヒは次回でいろいろと目立ってきます。こんなロリまで帝のあれなんだからどうなってんだよこの時代、たく羨ましいぞ。そしてなんといっても今回はマオマオのそばかすを取った姿ですよね。 PV で散々見たかもしれませんが、実はこっちが化粧をしてないバージョンだってのはアニメ勢の人は驚いたんじゃないでしょうか。しかも理由がね、仕込みを装うことで目立たなく難を逃れようとしていたってことです。いやでもそばかすつけてるバージョンでも十分可愛いし狙われるよねと思ってはいけない。実際さらわれてここに来たわけだし、あの人さらいの連中がもっと闇の人たちじゃなくてよかったよ。いや人さらいはいけないことだけど、場合によっちゃがちでやられてたわけですからね。マオマオなら気にしなさそうだけど、人種が責任を感じてるのもいいシーンでした。こういうとこは真面目なんだよなこの人。そんな人種にかんざしをつけられてしまいましたが、玉葉妃のセリフから勘のいい人はもうお分かりでしょうね。こういうことに関しては疎かったマオマオ、実際の意味は後々に分かります。しかしヤブ医者はアニメになってからめっちゃ可愛さぞをしとるな。ホラーヒロインって呼ばれるの分かりますわ。人種に頬をあからめてたのってマジでそういうことなのかね。美しさに見とれただけじゃないのか。ということで次回いよいよ園遊会本番、 PV で散々見たあのシーンがついに来ます。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。気軽にコメントもどうぞ。